kami kembali.開始3分前、全学院生所定の配置についてください。第四機構師団、第三機構師団、左翼弾幕を張りつつ交代。
面白い黒旋風。行くぞナイトハルト。承知。挑発は剣は剣、軍は軍。しかしそのぜ、やれやれ、虎の子を育ててしまったか。だがそう簡単に叶うとは思わ。全軍敵の軌道を踏。帝都の近くにあるとは思えない光景だ。うん、こんなに綺麗だとは。近衛軍中隊、さすが7組 A 班、離宮に突入。 B 班はこの場を確保しつつ状況を見ながら動く。イエスマン。状況を開始する。 A 班行くぞ。承知。
切り抜けましょう。行くぞ。せい。私の番だな。私の番ですね。えい！行くぞ。私の番だな。はい。任せ。行くぞ。バカだ。見たか。かかってくるがよい。参る。バカだ。この手で道を切り開く。この程度、恐るるに足らぬ。任せてちょうだい。天道を司りし、お、バカだ。任せてちょうだい。セーブ！チャンスだ！みんな一気に決めるぞ！私の番だな。行くぞ！タン！すぐに処置します。ありがとう。そなたに感謝を。ええ。はっ。この程度。はあ。マイ。はあ。はありがとう。そなたに感謝を。行きます。おのれ。戦闘終了。やった。まだ。
この程度恐るるに足らぬ。任せてちょうだい。バカだ。この手で見る。よし。うむ、宝箱か。この程度。ボス、行くぞ。私の番ね。受けてみ。バカだ。我が剣にかけ。は、宝箱発見。外に出たか。あずまえがあるな。あ、立派な宝箱です。敵発見。撃破する。行くぞ。ターン。無名を切り裂くす。私の番ですね。行きます。オーバーライズ。エイ、今です。隙あり。行くぞ。セイ、今だ。続きます。私の番ですね。そこです。チャンス。隙あり。察知します。ありがとう。任せるがよい。た、崩したぞ。もらった。俺の番だな。はっ。私の番ね。今だな。はい。すぐに処置します。ありがとう。私は行くぞ。セイ。ええ、私の番ですね。えい。マイ。セイ。見たか。うん、なかなか。向こうも激しいな。ああ、だが俺たちは俺たちの使命を果たそう。はっ。さあかかってくるがよい。マイル。さあ一気に行くぞ。心得た。
私の番だ。はっ、崩したぞ。みんな一斉にかかるがよい。はっ、我らに。やっ、せいさあ、せい。行くぞ。さあ一気に行くぞ。心得て。開けて。私の番だな。せい、行きます。えい、今です。しっかり。ちょうだい。バカだ。見たか。よし。強敵を発見。は、警戒を。強敵です。どうか気をつけて。マイ、さあ一気に行くぞ。ここは了解します。どうも。すぐに処置します。ありがとう。行くぞ。やっ、無名を切り裂く戦火の一刀。ありがとう。あ、任せてちょうだい。やっ、任せるがよい。ここは頼んだ。さあガンガン行くわよ。せい、タッチ、もらった。行きます。行くぞ。二の肩、早せ。私の番ですね。私の。すみません。俺の番。チャンスだ。委員長。切り抜けましょう。行くぞ。無名を切っ、バカだ。任せなさい。任せてちょうだい。
私の番ですね。はあ、私の番ね。アクセル駆動。ええ、行くわよ。やっ、やったわね。やった。よし、クリアだ。このまま突き進む。敵接近。総員、迎撃開始。俺の番だな。さあ、一気に行くぞ。いいでしょう。無名を切り、バカだ。久々に、おのれ、
あ、父さん。なんですか。ああ、父さん無事だったか。もったいないお言葉。どうやら全員ご無事みたいですね。ここは通せません。君は漆黒の戦術核の使い。18日ぶりですね。パンタグリエル号以来ですか。ああ、どうやら俺たちが来るのを予想していたみたいだな。ええ、ルーファス卿の指示を受けていましたので。さすがと言うべきか。しかしそもそも君は何なんだ。ミリアムと似たような人形を、まさか姉妹とか言わないだろうな。ある意味似ているようには見えませんけど。彼女が姉で私が妹になりますね。もっとも用途は異なりますが。ふう、何やら事情がありそうだが。君の正体は気になるが、今それを正すつもりはない。だが立ちふさがるならば何としても引いてもらうだけだ。ああ、悪いが全力で行かせてもらう。兄様、交渉終了ですね。不本意ではありますが、少々彼らの働きにも頼らせてもらいます。あ、RF ビルで現れた。厄介なものを。兄様、皆さん、形式番号 OZ74 ブラックラビット。あ、これより迎撃を開始します。迎撃開始。行きましょう、クラウソラス。任せてちょうだい。チャンスよ。もらった。行くぞ。一気に行くぞ。任せてください。任せなさい。チャンス。もらった。無名を切り裂く戦火の一刀と。行きます、行きます。オーバーライズ。皆さん、よろしくお願いします。わかった。よくわかった。あっ、セイ。あっ、やっ、マイ。はっ、今だ。続きます。行きます。そこです、今です。無名を切り。天道を司りし大いなる星々よ。ダメージ率上昇。バリア展開。
任せてちょうだい。行くわよ、オーバーライズ。そこ、チャンスよ。もらったわ。私の番ね。はい。私の番ね。やだ。今だわ。もらったわ。バリア展開します。久々に行くわよ。バリア。マイズ。はあ。はあ。ありがとう。ありがとうございます。チャージします。ありがとう。ターミネートモード起動します。トランスフォーム。よいしょよいしょ。これで終わりです。終わりです。行きます。アークス駆動。俺の番だな。はあ。私の番ね。アークス駆動。いや。ありがとうございます。チャージします。ありがとう。無名を切り裂く戦。やん。サンクス。メーザーアームオン。ダン。甘い。頑張って。さあ、私の番ね。チャンス。もらった。俺の番だな。はっ。私の番ね。せっ。メーザーアームオン。ダン。はい。私の番。行くぞ。ダンスだ。続きは。久々に行くわよ。ミッション失敗。リ
理解不能です。さあとっとと先に進むわ。よしスカッ、まあ、うん、いいかよしひゃしかしまあ学院で使ってた戦術核とはまるで別物。はあ、どう考えても既存の技術体系からは外れているんだけど。まさかエルゼ兄さん。兄様すまない、こんなにも時間がかかって俺に力が足りなかったばかりに。また会えただけで、それだけで十分ですから。それに私、今まで兄様にひどいことを。分かってる、もう何も言わなくていい。とにかくよかった、こうしてお前を抱きしめられて。まったくもう微笑ましいわねちょっとジンと来てしまいますね。一途な思いか本当に良かったな。父さんも元気そうで何よりだよ。からかわないでくれ。なんとかなったようだな。みんなどうやら離宮の近衛兵も一通り制圧できたみたいだな。いえ、それと士官学院全体の団結があってこそですから。陛下もトールズのご出身でし、そういえば皇太子殿下はどちらにいらっしゃるのですか。ああ、あのちょっと可愛い感じのコラフィー。それがそうなんですか。ちょっと心配ね。皇太子殿下なら王城へお連れしました。王城？バルフレーム宮に？一体どうして。開演校が執り行うという儀式、それに協力していただくために。どうやら知っていることを一通り喋ってもらうしかなさそうね。ああ、フィー、ミリア、うん、オッケー。はい、動かない。逃がさないよ。儀式の内容は私も詳しくは知りません。ですが少々遅かったみたいですね。何？この歌声って あの時と同じ。一体どこから。どうやら空からのようだが。くしゃー、そんなのってエマ君。エマ、魔女の眷属に伝わりし最大の禁呪とされた歌、とこしえの闇から赤き絶望を呼び出す。これは
そうは火色の王、千の武具を持ちて天命の狭間を滑る者なり。炎の守り手が据え、今より御身にことほぎの歌を送らん。そうだ、それでいい。愚帝に打ち砕かれし祖先の大望、今こそ叶えてみせよう。マリーナー殿下、すべての決着がつくまで少しばかり我慢してもらうぜ。おお、なんや？空間が歪んで。これは素晴らしい。ちっとは楽しめそうだな。オーマージュ、黒の司書の記述通りだね。こたびは灰の実が目覚め、青と相争うか。ずいぶん前回と違うようだが。それはまだわかりません。ですが、どちらに転んでも貴族連合の勝利は万全でしょう。そして見くらう蛇は計画を進め、行きましょう、グリアノス。物語を最後まで導くために。よければ閣下も付き合いますか？今なら特等席を用意させていただきますわよ。歌姫の誘いはあまりに魅力的だが、今回は遠慮しておこう。裏のことは開演校と君たちに任せた。私は表に目を配りながら結末を見届けさせてもらうさ。釣れない方。物語か。まあいい、私も己の使命を果たすとしよう。
ケーラが知る必要はない。すでに伝えた通り、防空に専念したまで、赤き翼に備えてな。なんだあれは。それでは私はこれ最後の任務が残っています。ごめん。あ、そういや捕まえるんだっけ。いいさ。一体あれは。皆さんご無事ですか。帝都上空に動力機関飛翔機関ともに問題。敵母艦が迎撃してくるだろうが、そちらの対処は任せたまえ。了解しました。しかしやっぱり納得できませんね。どうしてエリゼをカレージャスに乗せたんですか。ごめんなさい兄様。でもせめて見届けるくらいはさせ、七組の皆さんのようについていくとは言いませんから。あ、当たり前だ。いくら剣が疲れると言っても。はいはい、そのくらいにしなさい。心配なのはわかるけど、エリゼちゃんの気持ちもわかってあげよう。お前に無茶をさせないためにも有効かもしれんし。それは言えてそうだ。皆さん。可愛い子の頼みを断るなんて。待っている人のことも考えてちゃんと戻ってくること。同意する。そなたに加勢は必要だろう。バリマールまで。多勢に無勢ですね。どうせ時間の無駄なんだし。ま、人間諦めが肝心じゃない。あ、もうリー様、皆さんありがとうございます。いい感じで緊張がほぐれたようだな。前方にクッゲート上空に出るよ。これってありえない。木産だと800アージュくらいかな。高魔女250年前の。そして獅子神皇帝と。いや、こんなものを出現させて。来るぞ。カレージャス、機関全開。敵母艦の弾幕をかわしながらトライケルス広場に着陸するよ。イエスマン。
い出たわね。こうなったら俺とバリマーで。バトリ、ああ任せたぞ。どうかよろしく頼む。いやあ、こちらの出る幕は。それならそれで。しかしあんた、そろそろ本気。何をおっしゃるのやら。おっと、そうこうするうちに新手が現れましたよ。やれやれ、タバコを吸う暇もない。それじゃあ始めましょうか。いや、霊的な障壁だと。凄まじい密度の霊視覚。ダンパリマールでダメなら母ちゃんでも。何か手は。いえ、なんとかしてみ。俺の力を増幅してゼムリアストーンの太刀に乗せる。やれるか、バリ。理論的には可能。オーバーロード状態。すまない。だけど。心機統一。ああ、クローの青い鬼神と同じ。リーンに続くがよい。タブロもはや言葉は不要か。ああ、腹をくくるだけだろう。この上に黒や青の鬼神がいるんだね。ええ、おそらく姉さんも。開炎校や皇太子殿下も同じ場所にいるのだろう。ゼノたちがいるとしたら途中で待ち伏せか。結社の使い手たちが。無茶したみたいだけど調子はどう？俺の方は完全状態に復帰するまで、青との決戦までには。よろしい。それじゃあ始めましょう。鬼神に獅子戦役、いろいろな因縁があるみたいだけど、君たちは今全士官学院生の意思を受けてこの場にいる。それを刻み支えにしなさい。サラ教官。心得ました。トールズ士官学院、
特化クラス7組、これより異変を食い止めるべく高魔城の探索を開始する。それぞれの明日を掴むため、何よりも俺たちが7組として、今はただ状況開始、各自全力を尽くしてくれ。Kami akan kembali. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.